どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。あら、今回の都知事選でも小池百合子さんが当選したのね。大荒れだったが、結局は小池氏が勝利をつかんだ形になったな。大荒れってどういうこと？今回の都知事選は異例のことがかなり多くてな。開票までの間にたくさんの事件があったんだ。選挙中に事件ってどういうことよ？事件が起きる要素ないじゃないの。それがそうでもなくて、今回の都知事選はいろいろと前代未聞だったんだ。まず候補者数が過去最大の56人だったんだぜ。その中には売名目的の立候補者もいるありさまで、選挙のあり方というものを問われるような事件も起きたんだ。政治に疎い性もあって全然知らなかったわ。どんなことが起こっていたの？聞くと驚くと思うぜ。政治の場のバイオレンスに疎い霊夢のために、都知事選の騒動を紹介してやろう。他にも国政レベルで起きた騒動も添えてやるぜ。詳しく聞きたいわ。それじゃ今回は、政治の場のバイオレンスな事件、を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。最初に紹介するのは6月29日に発生した暴行事件だ。選挙活動で暴行事件が起きる要素なんてあるの？もしかして政治家が暴行したなんて、話じゃないわよね。そういう事件は後で話すぜ。6月29日、杉並区で、蓮舫氏が演説をしていたんだ。しかし、午後1時45分頃、抗議活動をする男が現れたぜ。あれね、演説に対してヤジを飛ばす感じの人ね。それだけなら可愛いものなんだがな。男は拡声器やプラカードを使って大々的に抗議していたんだ。そんなことされたら演説の声が聞こえないじゃないの。そうだな。あまりに抗議が激しかったのか、その場にいた20代男性が、男の抗議活動をスマホで撮影し始めたんだぜ。怒らせてしまうんじゃない？その通りだぜ。男は撮影されたことに激高して、男性の腕を殴ってしまったんだ。一気に警察沙汰になったわね。ああ、抗議をしていた59歳の室岡哲郎は、暴行の容疑で現行犯逮捕されたぜ。現行犯逮捕じゃ容疑の否認も何もなさそうね。室岡は、携帯は振り払ったが手は振り払っていない、と一部の容疑を否認しているぜ。何にしても乱暴はいけないわ。でも、そういうのを撮影するのもちょっと引っかかるわね。それはネットでも言われていたな。そもそも盗撮した男性が悪いって声も少なくなかったんだ。こういう香ばしい現場に出くわしたら、撮影の一つもしたくなるかもしれないけど、リスクは大きいわよね。室岡を擁護するわけじゃないが、撮影がなかったら事件が起きなかった可能性も高いからな。何にしても演説中にこんな事件が起こるなんてね。次に紹介する今回の都知事選の事件は、名付けるならビラ投げつけ事件だぜ。ビラって選挙の手伝いをするスタッフが有権者に配るやつよね。まさか、有権者にビラを投げつけたの？逆だぜ。投開票前日の7月6日、小池氏の演説中に事件は起こったんだ。30代の男性選挙スタッフがビラを配布していたところ、受け取った男性がスタッフに、ビラを投げ返した元に投げつけたんだぜ。投げつけるくらいなら受け取らなければいいのにね。でも、ビラだから大した怪我は、なかったんじゃない？投げつけられたビラは、男性スタッフの目に当たってしまったんだぜ。大事じゃないの？ああ、この件で41歳無職の男が、現行犯逮捕されたぜ。動機が気になるわね。イライラしていたのかしら？取り調べの結果、男は容疑を認めたそうだが、精神障害の疑いがあって、責任能力の有無を調べている最中だそうだ。長引きそうな感じね。なお、当初は暴行で逮捕されたが、公選法違反、自由妨害、に容疑を切り替えて、捜査が進められているぜ。どちらにせよ男性スタッフの目が、無事であることを祈るわ。次は暴行事件からは脱線するが、選挙のあり方を問われるような重大な問題を紹介するぜ。ちょっとそんなことも起きていたの？今回の都知事選はどうなっているのよ。順を追って話すぜ。問題になったのは候補者のポスターを貼る掲示板だ。選挙前に立てられるおなじみの掲示板ね。たまに落書きとかをされてしまうこともあるけど、そういう問題だったの？もっとひどいぜ。まず、今回の都知事選の候補者は56人なんだが、掲示板のポスターの枠は48しかなかったんだ。じゃあ、8人があぶれてしまうのね。そういう人たちは泣く泣くクリアファイルにポスターを入れて、掲示板の横に貼り出す事態になっていたぜ。でも、それが問題だったの？そうではなかったんだ。なんと、ある政治団体がポスターの、掲示枠を売り出したんだぜ。正確に言うと団体に寄付してくれたら、リターンとして掲示板に、好きなポスターを貼っていいって話を出したんだ。もしかしてそこに出資する人が殺到したの？その通りだ。値段は5000円だったり2万5000円だったりしたそうだが、かなりの人が寄付をして、
月々にポスターを貼っていたんだぜ。例えばどんな内容なの？歌舞伎町の掲示板には、男性ホストのアカウントの、QR コード付きのポスターがあったそうだ。自身のイラストを QR コード付きで掲載して、コードを読み込むと作者の、ホームページに飛ぶようなポスターもあったぜ。完全に個人の広告にされてしまっているわね。他にもエステサロンの広告とか、果てには女性向け風俗の広告まで貼り出される始末になったんだ。完全に街の掲示板とかしているじゃないの。それに風俗のポスターはさすがにアウトだわ。中には孫の絵を掲示する高齢 YouTuber とかも、いたようだがな。しかし、候補者の、掲示板は街中に普通に設置されるわけで、子供の目に入ることだってあるんだし、さすがに良くない状況だぜ。何にせよ好き放題になっていたのは、よくわかったわ。泣く泣く掲示できない候補者もいたのにね。この件別に逮捕者は出ていないんだが、掲示板はそもそも税金で建てられるものなんだよな。そういう掲示板に個人の広告を載せるのは良くないわね。元はといえば、そんな権利を売る政治団体がいけないんでしょうけど、選挙の掲示板というのはどんな人が立候補しているのかを、有権者が知ることができる貴重な情報源なんだ。どんな経緯があっても私物化するべきではないわよね。私もそう思うぜ。でも、落書きでの逮捕かと思ったのに、予想の斜め上を行く話だったわ。とまあ、今回の都知事選はいろんな意味で、前代未聞だったわけだな。以前の都知事選よりもひどかったの？数字に明確に現れているんだ。さっきも話したが立候補者は売名目的の人を含めて、前回の2倍以上の56人だったぜ。それで、掲示板の枠が足りなくなったのよね。それから、さっきまでに紹介した2件を含めて、暴行事件で3人ポスターの破損などで、5人の逮捕者が出たんだ。合計で8人が選挙妨害的な犯行で逮捕されたんだが、前回の都知事選での逮捕者は1人だし、その前も3人だけだったんだぜ。前回の8倍、前々回と比較しても、3倍近い数字になったのね。たかが8人されど8人だわ。そこに掲示板の問題も起きたとなると、課題だらけの選挙だったのね。そういうことだ。ちなみに掲示板に貼られた個人のポスターの中で、わいせつな内容のものは22枚にも及んだそうだな。本当にカオスというか悲しくなってしまう状況ね。選挙のあり方についてよく考えないといけないわ。というか、さすがに国の将来が、不安になるんだけど。次は都知事選から離れてある政党の逮捕案件を見ていくぜ。残念ながら、霊夢の言う国の将来の不安がさらに濃くなるお話だな。なんでそんなひどい話をするの？でもここまで言われた以上聞くしかないわ。どこの政党が問題になったの？霊夢は翼の党って知ってるか？名前は聞いた覚えがあるわね。どんな政党だったの？2019年5月20日政党連合、オリーブの木、として誕生し、2021年1月1日に、翼の党に改名したという経緯を持つ政党だ。かなり新しい団体なのね。何か破天荒なことをしていたの？翼の党は悪い意味で名を馳せまくった政党なんだぜ。ちょっと、何をしたらそこまで悪名がつくのよ。数えきれないから抜粋して紹介するが、翼の党が起こしたのは主に選挙妨害だぜ。中には暴行事件と見られても、おかしくないような行為もあったんだ。そんなチンピラが選挙に出ていたの？これが話題になったのが、2024年4月に公示された衆議院補選だな。主な実行犯は代表の黒川敦彦45歳。幹部の根本洋介30歳同じく幹部の杉田隼人39歳だぜ。実行犯って呼び方がすでに不穏なんだけど、彼らは選挙期間中に他の党の演説に乱入したり、他の候補の支援者に暴行まがいの行為を行ったりしたんだ。そして、その様子を撮影した動画を、YouTube にライブ動画として投稿したぜ。視聴者が投稿者にお金を投げる、スーパーチャットで寄付を集めていたそうだな。やってることはチンピラなのにそこにお金を払う人がいるのね。世の中にはいろんな人がいるということだな。動画の中には他の人を引き倒すような場面もあったぜ。そんな動画にお金を投げるなんて、私にはよくわからない世界だわ。このように翼の党は選挙期間中に、横暴な行為をしまくったんだ。他の候補の選挙カーを追いかけ回したことも、何度もあったぜ。被害を受けた候補者が警察署に、避難するほどの事態になったようだな。完全に無法者じゃないの。こんな連中に政党を名乗らせていいのかしら。政党としての是非はともかくとして、さっき紹介した3人は2024年5月13日に逮捕されたぜ。容疑は公職選挙法違反で機動隊も動員されたんだ。どこまでも人騒がせな連中だったのね。最後は反省していたの？そんなこともなかったぜ。逮捕された後の彼らは笑顔でダブルピースしたり、にこやかに手を振ったりしていたんだ。全く反省していないわね。その程度で反省するなら、あんな妨害行為を繰り返したりしないだろうからな。
NHK 塔を見た時もひどいと思ったけど、まさかさらに上を行く塔があったとは驚きだわ。次に紹介するのはこれまで以上に笑えない事件だ。2023年4月15日に起きた岸田首相襲撃事件だな。そういえばそんな事件もあった気がするけど、詳しいことは何も知らないわ。何があったんだっけ？経緯を話していくぜ。衆議院和歌山県第一区の議員が、知事選立候補のために辞職して、2023年4月23日に補欠選挙が行われる予定だったんだ。そこに自民党の門博文氏が立候補していて、現総理大臣の岸田文雄氏が応援演説に来ていたわけだな。なるほど、同じ党の立候補者の応援ね。総理大臣の仕事だけでも、忙しいでしょうに大変だわ。だが、この日はもっと大変なことになったんだ。岸田首相は和歌山市内の雑賀崎漁港に、午前11時30分頃に到着したぜ。漁港を視察してから応援演説を行う予定だったんだ。いろいろ言われているけど総理大臣が来るとなったら、実際に見てお話ししたいと思う人も多そうよね。ああ、岸田首相の周囲には聴衆や関係者がたくさんいたぜ。だが、その聴衆の中にとんでもない人間がいたんだ。とんでもない人間？岸田首相を襲撃しようとパイプ爆弾を持参した人間がいたんだぜ。それ、爆発したら大怪我どころじゃ済まないわよね。中には金属片が入っているし下手をしたら命を落とすぜ。犯人はその爆弾を投げつけ、爆弾は岸田首相の足元に落下してしまったんだ。どうなってしまったの？爆弾に気づいた和歌山県警の警護員が、パイプ爆弾を排除したんだ。その1分後に爆弾は爆発したが岸田首相は無事だったぜ。警察官1名と会場に来ていた、漁師1名が怪我を負ってしまったがな。命を落とす人がいなくてよかったわ。犯人はどうなったの？地元の漁師がすぐに取り押さえてその場で逮捕されたぜ。容疑は威力業務妨害だな。腕っぷしの強さが伺えるわ。さすが漁師さんね。腕っぷしだけじゃなく勇気もあるすごい人たちだと思うぜ。後に判明したんだが犯人は同じ爆弾をもう一本持っていて、さらに果物ナイフまで所持していたんだ。岸田首相の殺害が目的だったのかしら？というかそもそも何者だったの？犯人は兵庫県川西市に住む無職当時24歳の木村雄二だ。彼は選挙制度に不満を持って国を提訴したこともあり、政権への批判も繰り返していた人物だったんだぜ。じゃあそれが動機で岸田首相を殺害しようとしたのね。でも、不満があったからってそんなことをしたらいけないわ。下手をしたら国が揺らいでいたからな。最終的に木村は殺人未遂や、爆発物取締罰則違反など5つの罪で起訴されたんだ。人が亡くなったわけではないが非常に重い罪だと思うわ。裁判がどうなったのかが気になるわね。罪状がまとまって起訴されたのが2023年9月のことなんだ。判決のニュースがないから現在はまだ係争中のようだぜ。どう転ぶかはわからないけど、同じような罪を犯す人間が出ないようになってほしいわね。くしくもこの事件の前年2022年7月8日には、元総理大臣の安倍晋三氏が同じく、応援演説中に襲撃されているんだ。安倍氏が亡くなってしまったのは残念でならないわ。下手をしたら元総理大臣が殺害された翌年に、現総理大臣が殺害される事態になっていたのね。恐ろしい話だと思うぜ。なお、この事件で岸田首相は雑賀崎漁港での演説は中止したが、それ以降の演説予定は何も変更することなく決行したそうだ。やっぱり、総理大臣ともなると意志が強いのね。私だったらしばらく外にすら出たくなくなるわ。今回の話はどうだった？まず今回の都知事選がすっかりカオスになっていて驚愕したわ。都民でもないし結果だけ見ていたけど裏でそんなことが起きていたとはね。掲示板の枠が足りないのは仕方ないとしても、暴行事件やポスター破損による逮捕者が8人も出たことはびっくりだよな。それにポスターの掲示枠を寄付で譲ってしまう政治団体にも衝撃を受けたぜ。なんか、選挙以前にモラルの問題って感じよね。しかも、都知事選に限った話でもないのが怖いところだ。そういう意味では翼の党も衝撃的だよな。そうね。なんでこんなに選挙の場が荒れてるのかしら？今回の都知事選の売名目的の立候補者や、利益のために掲示板の権利を売る政治団体なんかを見るに、選挙というものが軽んじられている感じはするな。目先の利益のために動いてる人が増えた印象ね。その通りだな。選挙というものの重要性をしっかり考えていきたいぜ。私は有権者として真面目に選挙に向き合うわ。投票にもしっかり行くわよ。というわけで今回は、選挙で起きたとんでもない事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。